こんにちは、ミオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日も楽しくサブチャンネルの方再生していきたいと思います。今日も機器は同じ、前回とかと同じものを使っております。簡単に説明していきます。使ってるスピーカーユニットはフォステックスの最近再販されました FE108 ソールというモデルになります。スピーカーのボックス自体、エンクロージャー自体は、長岡哲夫先生の設計いたしました D10 バッキーというものを作って、その中にインストールしております。プリメインアンプは、山水の AU-α907i モスリミテッドに、外部に設けましたプリアンプオーレックスの SY88 というモデルのこの回路を使って、それをレックアウトから取り出したものを 907i モスリミテッドのパワーアンプダイレクトに入れております。で、使うレコードプレイヤーはヤマハの GT2000 で、ノーマルの状態で、YA39 純正品のアームでございます。アウター電源だけは自作のものを使っております。はい。使っているカートリッジは、ビクターの MC1 というモデルを使っております。はい。そんな感じで今日はね、かけていこうと思います。かけていく曲は、村下幸三さんの初恋という曲をね、かけていこうと思います。かわいいですね、このジャケットね。うん。はい。そんな感じで今日も一曲やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。「いつでも君を探してた」
はい、ただいま一曲お聴きいただきましてありがとうございました。今日はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。もしよかったら高評価の方とチャンネル登録の方ポチッと押していただけると大変励みになります。よろしくお願いいたします。今回は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。